just hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. War. Yeah, 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 yeah. 1回目でしてね、これ配信してるんですけども、あのちょっとわからないんですけど、何人見てあるか。ある人は8000人、ある人は10万人って言うんですけど、どんだけ見てるか分からないけど。で、このまあ、こんなこと言うとあれだけど、静香ちゃんとパパもこの U-NEXT で流れてるんですよ。もう昨日見張りましたでしょ、もう。見てた、マジで見てたよ。いやいや、見てないと思って言うてんの。これあの朝見たわ、それ。昨日ちょうどヤンタンやってたから、あれなんですけど、見れなかったんで、今日朝見て、ものすごい泣いたわ。自分の見てないわ。自分の見て泣いたわ。ものすごい。ほんまに。いいであれ。だからぜひ、ユーネクストまだ見れるんちゃうの、これ。ね、俺どれを目指していいのかわからないんですけども、10万人にするのか、前のコンセプトにするのかわからないんですけども、今日から始まりました無学の1回目ですね。無学の鶴の間と、なんで鶴の間っていうと、僕は2005年に鶴の間というのをですね、1年間やってたんですよ。あえて分からないで漫才するっていうか、漫才じゃないんですけど、漫才風で2人で立ちでインタビューする、まあ見たら漫才みたいに見えるんですけど、その店舗でやるというのを作ったんですよね、そういう番組を。で、51回やってやめたんですけども、その、まあ、今日来てくれるゲストと、またそういう立ちで、こういうインタビューというか、漫才形式でその人を分かってもらおう。で、その後に、まあ、その人の、まあ、やってもらいたいことをやろうというんで、1回目です。1回目がすごいよ。で、400ぐらいの応募があったんですよ。で、その中の皆さん選ばれてるんですよね。無学はね、もう本当多い時では2000ぐらい来てるんですけど、でこれは最初ですからね、そういうなんですけど、1回目はなんか無料で見れるみたいですね。まあ、これはあんまりそんなしたことないから分からへんんですけど、見てはるんでしょ。見てはるから、まあ、青なこと言われればね。ちょっと苦手ですよね、ちょっと、ね、ややこしくも言われへんし、まあ、人のことも言われへんし、言われへんことだらけですよね。エロ的なのはまだええのかな、エロ的なのもあかんのかな、あかんの。ほんで喋られへん。ほんで手話で行こうか、手話で行くんやったらいけるけどね。でも、まあ、手話ももう本当難しかったですよ。だから、ぜひこの U-NEXT でやってたらぜひ見ていただきたいと思いますが、今日来る方ちょっと説明しますけども、こんなん珍しいですよ。僕のですね、まあ、自分で言うのはおかしいけど、ずっと追っかけだったんですよ。ずっとで追っかけてたら、俺が追っかけられてたら、俺は落語するようになったじゃないですか。ほんだら落語追っかけてる人間が落語しよったから、みんな知らない、落語なんか知らんのに、みんな見たら追っかけてる人間をもう外して落語にはまりだしたんですよ。でこの人が落語家になった。で落語家になって、それで落語家になったんですけども、そのいろんな大会に出たと。でいっぱい女の方なんですけどね、出て、それで、あ、もう言うわ、桂二葉です。二葉ね、追っかけてて俺を捨てて落語に行って、そしてで、ほんでそこ行ってね、これ通らないですよ。 NHK のね、本当に新人の大賞取ったんですよ。1回目はボロカスに言われたんですね。ゴン太郎のお兄さん、僕も可愛がってモデル、ゴン太郎のお兄さんも、まあ、落語のもう天才みたいな人、あの人がもうボロカス、女はできないみたいなこと言われたんですけども、今度次にもっぺん挑戦して、ええ根性したらね、ほんで満点で通ったんですよ。ゴン太郎のお兄さんとか文珍兄さんとか他の方全員満点。こんなことありえないやん。その時にありがとうございました言うたらええのに、ジジイ見たか言うたんですよ。ようそんな憎たらしい口叩くな思ったんやけど、それはね、そのゴン太郎のお兄さんもそうですけども、そんな子がやっぱり自分に挑戦しに来てんねんなというのを理解しながら満点出すっていうのは、
あ、出す方もそうですし、行く方もそうやし、いやこれ面白いな、それに上方落語から出てると。まあ上方も東京もないんですけども、まあ、こっちはちょっと遠いからね、向こう行くのに。で向こうで全部の話家の中から選ばれたっていう、これすごいことですよ本当に。だからもう俺のことなんかも捨てて、今は落語に落語にえへへって笑ってるけど、それではちょっとあのマイクをねセッティングしていただきたいと思います。いつも無学はねマイクいられないんですけども、これマイクいるんでややこしいんですよね。この方ね、中島みゆきさんのいとこですよね関係ないんですけどね、元銀南ボーイです。まあ、大したことないんですけどねそればっかり言いますよあの人ねそれでは、紹介したいと思う。これぐらいがいいのかな。それじゃあ桂二葉さんでございます、どうぞ。どうもどうもどうも。二葉さんどっちがいいですか、こっちがいいですか、そっちがいいですか。こっちで、はい、そっちがいい、こっちがいいです。やっぱり立ち位置あるのか、やっぱりそれはないけど、ないけど、はい、ないけど、はい、ないんです。お願いします。いや、この人ね、はい、僕のことをずっと追っかけてるで、まあもうこれはほんま自分で言うのおかしいけど、なん見ると目線避けるんですよ本当に、はい、だから一切この世界入る前はほとんど喋ったことないな。そうですね、ね、なんか、はい、こうなんか刺されるのかな思ってたんですけど私に、はいはい、あ、そうですか。そんなことはありますか、はい、ずっとそうって追っかけてた人が頂点、はい、まあ新人の頂点を取って、そしてだから俺をこう1回目ここにしたいわと思って、ここで2人がこれプロとして喋ってるんですよ。あとどう思うんですか。いやもう、いやすごいなと思って。いやな、はい、ね、すごいやんか、はい、すごいけど、まだ目見て目見られへんねなんで目見られへん、もう出たらお前度胸かますやん。まあまあそうですね、いやまあ、ちゃんとじっと見つめてみんな、うん、どこがちょっと目かちょっと分かれへん、どこが目や俺はもうこんなだけど、こうやってね、はい、いや本当見たことないんですよあんまり、うん、ですちょっと具体的な話をしだすのは、うん、ここ最近ですよね、ちゃんと、まあ、こんなことあったでとかいうのは。そうですね、ほとんどは喋ったことないですから。酒は飲むんですか、はい、お酒は、はい、好きでして好きで、はい、何度か連れて行っていただきます。そうですね、はい、でもその時でもあんまり喋らないですよね。ほぼ喋らなかったですね、はい、そう、喋れます、喋れないですよね、なんか好きな人とね、はい、なかなか。いやでも僕はあなたの独演会に出させていただいたけど、はい、そのなんていうかパンフレットみたいなのにあなたが書いてたんですけど、あわよくば付き合いたいと思ってたってそうなんで、そう書いてあんねん、ほんまに。え、どういうことと、ほんまそんなん書いてあったんやこれね、はい、え、どういうことですか。いやそれもうね、痛いなって思ってはると思います。もうほんまに思ってたんですなんか大学生の時にテレビたまたま見て、はいはい、キラキラアフロっていう番組でね、たまたま見て、で、あ、このおっちゃん素敵やなって思って、はい、ほんでだいぶ違いますからね、年はね、年は、はい、親よりも、はい、親より上でしょ、上でらっしゃるので、上ですね、はいはい、らっしゃるのでってそれいやでもなんか結婚するならこういう人と結婚したいなっていう思ってはった思ってたんです、はい、その時、はいはい、ほんで喋って、それではね、それはいいねんけど、うん、まあ、まあよう来てるなと思ったんですよ、落語家になる前ですよ、はい、ほんで道頓堀に数座あるでしょ、数座のところにスーッと行ったら座ってんねんね、でチケット売り場にいてんねんね何してんのって会えると思ってましたってびっくりした、って、はい、どういうことなのと、松竹のチケット売り場におったら俺と会えると思ってそこでバイトしてたんで、はい、長いことかかるでそんなもん、そうですね、知らんかって、その松竹芸能にの方やと思ってて、でなんかそこで働いてたらいつかお会いできるんちゃうかなと思って痛いなって思いますすごい感じる、いや痛いなって言うても、うん、俺はほんまびっくりするよ、そらそら、ね、俺そんなとこそんな行かへんからね、でわーっと歩いて、えこんなとこで働いてるやんと思って聞いたよな、はい、何してんのみたいな、いつ帰ると思ってました、はいその時にちょうど鶴瓶のラクダでやったあの時なんですね、はい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 、で松竹座と同じ並びにあって、そう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 、はい、その前を通らはって、はい、いやいや、こうガラス越しにだから俺なんか接見しに行ってんのかな刑務所入れられたしどうしたのだからまさかそんなとこにいると思えへんやんかな、はい、だからびっくりさあの時は、はい、
なんとか思いを伝えたいなと思って。思いを伝えてたあんなもんチケット売り場に置いてるでもまあラクダツアーの時ですからね、はい、でそっからこっちに入るのは大概そうやったら俺も落語しだしてるから、うん、こっち行くのにもかかわらず、なんであのいや正解ですよ、米地とこ行くのは正解、俺米地とこでも飛び入りで行ったからそれ見に行ったの。俺が米地とこに飛び入りに行った時には来てた の, あのそれは行ってなかったんです。行ってないの。行ってなかった、そこで俺落語してたよね。ああ、そうなんですね。そうなんですね、はい、ほんだ、はい、どこで米地を見たの。あ、だから鶴瓶師匠、もう鶴瓶師匠と思って見てたんですね。落語とかじゃなくて、なくて俺やと思って見てたわけ、はい、鶴瓶かっこいいって言って見てて、じゃあどんな呼び捨てちゃう、ちょっと待って、はい、いやいやさ、呼び捨てても何でも、はい、どんな目線やねん、鶴瓶かっこいいってな。え、この顔かいの顔が好きなの。何言うてみーな、これ。配信やで、これ顔とかじゃなく、顔とかじゃなくて、なんか素敵ですやんか、なんか、はい、まあまあ素敵やと思ってるから何人かは来たんねやろな、これ、はい、いや、ここから見てても知り合い業者いてますからね。あ、そうなんですね。ドビツコイ人いてますよ、ずっと。ドビツコイ、こんな難しいチケット取れないのに毎回来てる人の、はい、あ、すごい、どんなして取んの、あれ、ほんまに、ね、すごい倍率やね、倍率やの取んのやの。でもまあその中で、いや、やっぱ褒められたら嬉しいから、どういうとこ、どういうとこが好きどういうとこが好きやの。なんかあの、かわいげがあるところとか、かわいげがある、はいはい、で、あとまあ面白い、面白い、ね、面白いか、はい、なんかこう等身大な感じ、無理してはれ、無理してはれ、はいはいはい、それがすごい素敵やなと思って、はい、ありがとうございます。ほんで米地とこ行って、今日朝、はい、あのね、あなたをお借りするから米地師匠に俺は電話したんですよ。あ、そうですか。ああ、ね、はい、あの、まあ、俺の後輩ですからね、はい、いや、すごい人育てたなあ言うてたら、まあ、もう僕もびっくりしてますと、まあ、本人には言わへんやろうけど、文珍兄さんの独演会にも出させてもらったやろ、この間、はい、国立のやつ、あんなこと出たら分かるやろ、はい、国立だって2400人のとこやろ、あれ。あそこちゃいました。どこやったん。もうちょっとちっちゃいところ上で言うとけお前、ほら俺は2400人のとこは、もうちょっと小さかった、もうちょっと小さかった、そこで出させてもらった。え、はい、で文珍兄さんも割とね、ほんと優しい人ですよ。あの、ゴン太郎のお兄さんも優しいんですけど、文珍さんも優しいんだけど、やっぱりそんないらんこと言えへんよ、俺みたいにいらんことね、はい、なんかベラ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 しゃべる、割とベラベラしゃべる人間やからね。そうです。でもお兄さんなんか絶対一切言わへんよ。あ、そこへ座ってください。あ、どうぞどうぞ、全然大丈夫ですよ。そこへ座って、その紙置いてあるとこあなたのやつですよ。そのそこちょうど後ろ向いてあげますよ、あんた顔映るから、ね、後ろ向くねとマスク取ってキュッと見たら、はい、新の人喜びますからね、はい、でまあそういうなんで、もう米地さんはえらい喜んでましたよ。今日、あ、そうですか。今日1回目に出させてもらうんで。いや、見てるんですよ。見てるかな、それは。いや、見てて映画の、いやいや、もういや、師匠は見てくれてんねんから、ええやん、これ見てくれてるし、はい、で文珍兄さんなんかそんな呼んでくれへんのに嬉しかった言うて言うとはりましたね、あなたの師匠が。 あ、そうですか。あ、文珍さんにも呼ばれてんねやな、はい、はい、ああ、うん、たまたまあの日うまいこと言ってね。何がうまい。その決勝の日に、ああ、はい、たまたま行ったっていうだけじゃないですけどね。でもたまたま行ったって、はい、そうやねんて、あかん時もあるやん俺らでもね。だけどそんなもんたまたま行くことがいいねんて。いや、そのたまたまなんか出えへんで。ああ、審査員ってもう落語のまあ言うたらすごい人たちがいてるわけやん。そこで、はい、もうええと思ってやったら思ってやったん。はい、いや、これがね、あの、聞いていただきたいのが、うん、聞こうと思ってるからね、決勝決勝まで行かせてもらって、で、2年連続で行ったんですね、決勝に、はいはいはい、で、最初の年はもう全然あかんかったんです。ほんで、なんか情けないなという感じになって、で、ほんで鶴瓶師匠に一回の相談させてもらってね、なんでその賞レースの決勝で上がってしまうのかということを、まあ、お話聞いていただいた時に、なんかやっぱりこの もちろん名誉みたいなものもありますけれども、賞金欲しいと、私ね、そう、賞金がね、あったらもうちょっとで手届くっていう時になったらドキドキすると、もう欲しいから。ほんで、それを生々しいやつやそう、私賞金使ってたんですよ、もうすでに取る前か優勝する前にもう使っとけと思って使った50万使ったんです。それやったら勝てる思ってね。そう、お尻叩くじゃないけれども、はい、でそれで賞金でいつもこうドキドキしてしまいますって言って師匠に相談させてもらったら、なんぼやねんって言って師匠が言わはって、で50万ですって言って言うたら、師匠がやろうかって言って
やらしいこと言うな。お前な、ユーネクストで流れてんねん。やろうかって、やらでもね、うん、でもそう50万、あ、くれはんねやって思って、でそれで気楽になって、こう振り切れてやれたなっていうのが、はい、ありました。あ、そう、はい、師匠のおかげです。ちょっと待ってな、俺やってないやんか。いや、でもよかったよね、それ。はい、あのお金、まあ、もちろんお金も嬉しいけども、うん、その噺家のやっぱり厳しい人たちの前で撮った瞬間ってもう嬉しかったやろ。嬉しかったですね、うん、はい。どこで言うたやん、ジジイ見たかいうの。ジジイとも見たかはね、はいはい、その撮った後になんか囲みの会見の時に、はいはいはい、今撮られましたけども率直なお気持ちを聞かせてくださいって言われた。嬉しいとかそっちのけで、はい、ずっと腹立ってたからもう落とされてたし、女なんてやるもんじゃないとか、そう、なんかこの口座返しだけしとけとかね、そんな言われてるし、そういうやっぱりこう、まあ、女性が難しいって、まあ、言われてるのでね、仕方がないとこもあるんですけども、まあ、そういうこと結構言われてきたので、だんだんガーなってきたから、はい、もうすっごい腹立ってて。どれぐらいのトーンで言うたい？え、いや、可愛く言いました。どない言うたい？はい、ジジイども見たかっていう気持ちですぐらいで言いましたけどね、はい、あ、そう、はい、でもまあ、ゴン太郎のお兄さんは偉いですよ、それは。いや、あいつは俺に挑戦しに来てんねん、俺に見せに来てんねんやっていうのを分かった上での満点つけたからね、はい、ああ。はあ、何がないの。いや、嬉しいです。嬉しいやろ、それ嬉しいよ。いや、そうだから前年度に、うん、そのボロカスに言っていただきまして、うん、出てたよ。いや、でもそんな、はい、あのお兄さんもやっぱりね、 そういう時期があったもん、落とされた時期があったよ、うん、あんなすごい人が。そうなんですね、うん、そう、まあ、それもちょっと目の当たり見てるからね、こんな人落ちんのって思ったもん、うん、俺まだ落語やってない頃やで。あ、そうなんですね、うん、全然やってない頃やからね。俺やりだしたの50過ぎてからやで、あんた、はい、知ってるやろ。はい、存じ上げております。存じ上げてますって50だから、俺落語って、俺昨日もちょっとあなたの落語見たんや。はい、うん、だからいろいろやるから見るやんか。これお前だいぶ上手なってんな。曲がってるというか、おもろなってる。あ、もう一回言ってもらって。いやいや、ほんまだいぶおもろなってる。だから基本ちゃんと、はい、ちゃんとおもろいこのコツがここやっていうのが、まあまあね、俺 もう50年ぐらいやってるから言うけど、おもろさはね、落語とかいうことはそのまま俺は言われへんけど、おもろさはここやというポイントが分かってるからやっぱおもろいねんて。分からんと覚えて喋ってるやつおるやんか。ね。おる。いやいや、まあ、若い子は分かれへん時もあるやね、そやけど、そやけど、まあ、ここっていうとこ分かって喋ってるから、あ、すごいなと思って、うん、日常の捉え方もやな、はい、まあ、やっぱあるやろ、日常こんなおもろいことがあってっていうのは。そうですね、うん、はい、そういうのは俺はもうすぐ捉えられるわけ、はい、うん、そうそう、素敵やなって思う。あなたもそういうの、はい、この間鶴瓶話見に来てくれたね。あ、はい、聞かせていただきます。あなたもやっぱ日常その顔ケテなおっさんやなとかいうのはよう見ますか。あ、見てメモを取るようにしてます。ああ、はい、おもろさん大阪も宝庫ですからね。宝庫、やっぱそうですか。そうそうそう、もう大阪は多いですね、やっぱり。それと俺の仲間がおもろいおっさんですよね。木村さんとか。いや、木村ちゃんじゃない。あ、違う。別に木村もそうやけども。いや、ほんま。いや、これ何言ってんのかわからんやつおってね。はい。いや、もう幼稚園の頃から の知り合いやね。梅川幸雄いうね、名前出したと悪いけど。いやいや、うちの近所のやつやで。はい。で、そいつがね、奈良へ行って太極拳の、うん、やったと。はい。なんで、みんなに俺の友達やと分かれへんから、うん、なんかお前証明してほしいって言うたよ。あ、みんながなんか信用しないと、はい、鶴瓶の知り合いや言うから、うん、で電話会だったから45年ぶりやで、はい、俺電話して、うん、おい梅川と、あ、お前あれやと、ほんなら俺奈良へすぐに行かれへんけども、ほんなら花とビデオ送ったるわ、あ、ほんなら会長に相談するわよ、から、はあ、70やで、お前会長ちゃうの。ほんだら僕は6年前から始めただけやねんって、なだから会員に、はい、俺なんで花送ってこのおっさん初めて一つよろしくお願いしたら言わなあかんねんって、そんなそれでやで、なんかビデオとかなんか送ってくれ言うねんで、そんなおかしいやろ。え、は
はい、お菓子メーカーはお前お菓子俺なんで奈良の六条のお前とこ行かなあかんねん。あ、皆さんこれ一緒に太極拳やってはるやつ、あのほんまにあのメーカーとは知り合いですから、それだけ言うときます。それだけ言うてそんなんとか知りたいなって思うのよな。それ45年ぶりやで俺。いやそれはすごいええ話があって、はい、俺とこの嫁はんがあの、まあ、あの指輪をね、俺お金なかったから、はい、新教国で1000円の指輪をとにかく結婚するんで1000円の指輪を送った、はい、送ったというか俺これしてってね。ほんでそれずっとはめとったんやけど、小浜やそこの人の家の2階借りてたんやけど、その時に近くにあの風呂屋があって、その風呂屋行って あの神田川みたいな風呂屋一緒行って帰りしなに指輪きなく切れてしもた言うて、だからいやほんな買いに行こう、もうちょっとお金あったから、はい、買いに行こう言うて、うん、買いに行ったのがその梅川というやつが勤めとる士官校やったんや。で5万のやつを3万なんぼにしてもうて、はまけてもらってだお前よう覚えてんな言うたわあいつ。わそんな割と覚えてる方 なんか俺もう異常に覚えてんねんな、そんな。へ、うん、あんまり覚えてない。いやどうちょっと今ごめんなさい、出てけ、はい、いやごめん、いや出てけんだけど、はい、あのあれやろ、あの家は東住吉区の駒川やろ。そうです、木村の家の近所やで。そうです。いやなんで知ってんのお前。で木村さんとこれで喋らしてもって。なんで喋ってんお前ちょっと待ってな、近所やないで俺と喋らんのにやで、なんで木村を高校の連れの木村と喋んのおかしいやないか、なんで木村じゃないでもなんで喋んのおかしい。ほんまやで、木村もなんか変わってんで、はい、あのここに、まあ、ギャル人たちがね木村に手紙渡しよんねん。はい、でその木村が俺に持ってくるお前指の挨拶じゃないねんからそやけどあの人はお前に会いにくいから俺持ってきたったやよって、うん、なんかそういうやつやわ。うん、近くやってんの駒川商店街の近所で育ってます。あ、そやろ、はい、そやろ、駒小遊三と三丁目じゃなくて、違う違う、三丁目と三丁目じゃ、あら兄貴住んでんね。あ、そうです、兄貴があの愛人と住んでんねミキちゃんいう愛人とね、ミキちゃんと、はいはい、だけど俺とか平野やね、はい、平野の長吉長原、はいはい、あそこやねん、はい、近所ですね。だからしあのなんていうの、遠足の時は駒川商店街で新しい服とか買ってたわ。パンツもそうよ、正月の前に、あそこなんで正月の前にあの新しいパンツとか買うのやろな。わかります。なんでわかんねん。いや私も前から思ってました。え、あ、そう、はい、新しいの履いて新年迎える、ね、迎えるの、それはわかるけど、うん、もうこの頃そんなんする人いないやろ。私してます。え、ごめんこんなき、いやだからテレビやからこんなん聞いたらもうそのあれ、はい、え、ほんだら31日にパンツ買うて、あ、1日新しいパンツ履くわけ。そうですね、31日買うわけじゃ、29日でもええし、どうでもええとあの感じ細かいことよ、ほんま前もってこうて、はいはい、こうて、はい、新しいのあんの、うん、俺もこの俺やってないわ。あ、そうですか。うんうん、いや、あ、そうは細かいはいいやいや、歯でええやんけ。はい、せやろ、うん、全然目見てくれや。わかりました何の話してますか。違うがね、はい、だから駒川商店街は遠足とか何かの時にいつも買うところやねん。はいはい、あっこで買うてたやつ。ああ、そうなんですね、うん、私も駒川商店街もう、はい、よう買うてて、うん、お米屋のおっちゃんがね、うんうん、師匠のファンなんですよ。え、米屋のおっちゃん、はい、黒岡米国っていうお米あるんですけど、うんうん、私からこう黒岡米坊、何、黒岡米国店っていうお米屋さんがあって、黒岡米国店ね、うんうん、そう、そこのおっちゃんが鶴瓶師匠のファンファンで、はい、うん、ほんで私が落語好きやねんって言い出した時に、うんうんうん、でその鶴瓶さんがその落語家やから言うので、うん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 、ほんであのこう鶴瓶さんのこと今好きでって言うたら、ほんなこれ一回見とけ言ってパペポ全部録画したやつを殿さん持っとる、はい、持ってきてくれて、 YouTube もない時代やで。そうです、はい、パペポみんな持ってる、全部録画したやつを、はい、貸してもらって。あれパペポってなんであない、まあまあ自分でやってておかしいけど YouTube でみんなよう見とんで、うん、あれ違反ちゃうの。違反違反ですねいや違反だろうか、見てええねんで、嬉しい、はい、でも全部見てんねんってパペポ、はい、面白いですもんね。面白いの、はい、面白いです。あの一緒にやってた人ちょっと変子やからなめちゃめちゃ変子やな、あの人いや神岡さんね、はい、なミキのおじさんや。はい、あ、そうですね、ミキっていう漫才師のおじさんや、うんうん、あの人この間たまたま電話かかってきたわ。へえ、だからまあ
あのアシアカントリーで一緒になったから師匠あの探したんですけどごめんなさいご挨拶できずにって俺が電話出た後から電話かかってきて、あのなんか一言言うねんなあの人な、鶴瓶ちゃんようさんコマーシャル出てんな言うから、あありがとうございます、あんたの嫌いな人はあれかなんでなんでそんなん言われないの、久しぶりに電話かけてきたらなんでそんなん言われんの、ええー、なあ行さん出てでええやんか、そやのにもかかわらず、うん、え、なんか言わなかった、なんか言われたんでしょうね、言われたんや、はいはい、いやだからそのパペポっていうのがあったからこそとか、うん、鶴の間があったからこそこういうのができんねや、はい、うん、鶴の間なんて養さんとして誰か分からへんねんで相手、これはもう相手やね、匂いやって分かるから、はい、ああお前どこの出身やなとかいうのもちょっと入れとけるけど、うん、出てくる人誰や分からんのにやってたよね、うわすごい、51人おお、うん、でそやけど伊藤志郎、何がおかしいのごめんなさいね、伊藤志郎氏志郎さん、はい、知ってるやろ伊藤志郎、知ってます、はい、 な、うん、なんかおかしいの、いいえ大丈夫です、大丈夫、はい、伊藤志郎さんとやったんよ、めっちゃおもろかったのに、長い手紙もらってちゃんとできなかったよってめちゃめちゃおもろかったよね、うん、でも一緒伊藤志郎さんごめんなさいと、もの未熟なあれでずっと言ってものすごい手紙もらったんや、もうどないしようかな思ったの、はう、だからああいう方々ってやっぱりなんていうの、まあ、ちゃんとした芸で育ったはるからや な、 うん、なんか気になるんやろな、フリーでやんの、へ、うん、こんなんか全部これアドリブやんか、はい、なあそうですね、そんな好きやろ割とアドリブ、うん、なんやねんいや稽古して稽古してやんのもいいけども、そうです、ね、こんな何にもなくって喋るのもええやんか、はい、まあはいそうですね、うん、やっとでもこう人と喋れるようになってきたなっていう感じしました、だから俺なんでこうしたか言うたら普通に喋ってないから、うん、こういう形やったら喋るやろう思ってこの形を取ってるわけやんか、ありがとうございます、そうやろ、はい、ね、だからそれ小さい頃はどんな子やってよ、いや喋らなかって、うんうん、ほんで友達もいいひんしテレビも見いひんかってずっと育ってる、たまたまその大学生の時にキラキラフロ見たのがほんまなんか自らテレビを見ようかなと思った時やったね、時に俺とあの松島松島さんが、はい、出てはって松島のことはどう思うねん、どう、いや、好きです、うん、はい、ざったもおかしいだ、あれそうですかあいつ俺よりも俺の松竹芸能の後輩でありながら、はい、昔からずっとタメ口やで、あいつなんでそんなにタメ口やの、ほんま普通やったらもう偉い師匠やで、自分で言うのおかしい、いやそうですね、20歳下やでね、で同じ芸人やんか、はい、あ、やらしたとかならなかった、ね、はい、ちゃうやんかあんたこんなんって、だからそっから入れるから、あ、だいたい同期ぐらいかなと思ってでもそうや、はい、あれ見てて、そうなんです、うん、たまたま見てて、でそっからですね、あの生で見たいな鶴瓶さんのことをって思って落語会行ったっていう感じです、はい、ほんで伏せ行ったんですよ、伏せの落語会ってあの宮古師匠の、はい、スーパー落語会って出たはって、全然スーパーやないけどな、そうなんですか全然覚えへんから全然、うん、でそれ見にゲストで出たはって、うんうん、ほんでそこで初めて見ましたね落語、あそうか、はい、俺はだからあの宮古にはものすごいもう本当にもうお世話になってるわ、あいつが会しとるから、うん、飛び入りできるやんか、ちゃんとした会やったら飛び入りできへんわけやんか、あだから宮古お前なんか100席とかやってんねやろって、うん、宮古100席言うてね覚えてへんのにすごいな、はい、出させてくれと、はい、出てください言うて、うん、で行ったん行ったらずっとまんじゅうと500円やねん、まんじゅう誰かその見に来た人にまんじゅうあげはんねん、はい、で500円で500円和菓子付きやねん、はえ、はい、500円和菓子付きだからほとんどもうお金持てへんやん、ほんまですね、でそれで俺ギャラ渡そうとするからいらん言うたよ、500円和菓子付きで俺にギャラなんてどないすんねん言うたよ、でそれがまだあいつネタ覚えてへんねん、ずっとお前それよりもね、あのな、はい、和菓子はどうでもいいとお前ネタ覚えやおでもそれがおもろいねあいつ、はい、そうですよね、ええかげんな感じがめっちゃおもろいなあれなあ、はい、私知ってますけど何とも言われへんですあのそれもう 女性で第1号のねお師匠なんですね、梅雨の宮古、そうそう、はい、第1号やない第1号、はあ、それ尊敬してるんです私は、笑ってるやろいやいやでもすごいやつやし、はい、はい、そうですね、あいつの乗ってる時はもううらもう笑いの渦やんか、うん、そうですね、乗ってない時はもうひどいけど
自分で捨ててまいようけど、でも面白いよね、面白いそういうの、はい、他にだからそれあやめやな。そうですね、宮古あやめ、そうそうそう、あやめはもう新作で、はい、ね、ちゃんとやると新作を作っていくっていうのは、はい、新作は作らなかったやろ、それ俺正解やと思うわ、新作作る人がおんねんから、うん、うん、新作じゃなく古典で入るから、そうですね、うんうん、作れるものは作りたいと思ってるんですけどね、うんうん、あんま賢ないから作られへんいやいや、賢い賢くない話に、笑いがこれやったらこうしようとか言うのよ。で実際にあった俺なんか、まあ言うたらやな、お母ちゃんとか青木先生とか感謝とか自分で作ってんねんけど、ああいう感じのやったらできるんじゃんの、実際にあったことおもろいの、やりたいな思ってます。いや、どうやった、はい、それやったらできるやろ、実際にあったことやから。はい、え、お母ちゃん、お母ちゃんどんな人やねん。私の、はい、当たり前、誰のおかんいちいちお前都のおかんの話すんの都のおかんってどんな人って言っちゃうの。私実のこと言うと、ああ私の母が鶴瓶師匠のファンなんです。あ、そう、はい、そうなんです。俺それ初めて聞いたよ。そんなことないあ、そう、それ流してたから俺、うん、あ、そう、はい、お母さんが俺のファンやん。そうなんですよ、鶴瓶ちゃんええわ言って、はい、お母さんもいくつやんの。63とかで、ね、俺より下やん。はい、そうです、はい、ただそんなのがあって似てんの、ちょっと似てるなと思いますね。顔もほんなら可愛らしいやんか。似てる、可愛らしいいやいや、可愛らしいやん、写真集も出して、写真みたいなあるやんか、撮、はい、られてた、あれ可愛らしかったね、下こうのやつ。やめてくださいすいません、公開セクハラだってどんどん俺がお前を好きみたいになってるやろ。ああ、出たの、お母さん、どんどん大人言うたの、最初撮ったりしたの、ね、俺これ見たの、いや、どう、分からないです、見てるかもしれないですね、はい、はい、足閉じなさいって言われるわいつもそれ言われない、足閉じなさい、足閉じなさい、はい、そうですね、怖い母親で。怖いの、はい、厳しかったんや、うん、厳しかった。母の日がもうすぐあるじゃないですか、はいはいはい、で母の日ってね、なんかこうお花買うて、はいはい、そのプレゼント、お母さんありがとうっていうのをやるじゃないですか。で子供の時に、まあ、テレビ見えへんかったけど、うん、そのなんか外からの情報でそういう風なことを子供はするもんだという風な情報が入って、うん、で弟と二人で花買うてあげたんですよ、うん、かわいいじゃないですか、子供がね、子供はかわいいやん、かわいい、ほんで、あの、渡したら母親が、物あげたらええと思ったら大間違いやぞむちゃくちゃやな言いましてね、子供にそんなん言うか、子供に、はい、それ以来私母親に物あげるのすごく怖くて、はい、一回もあげてないんですけど。いや、あげや、それは、違うもんあげたらええんちゃうの。そうか、いや、だからお母さんが好きなもんあげてええんちゃうの、何が好きなんか、大体何が好きか分かるやろ。まあ分かりますけど、そういうことを多分言ってるんじゃなくて、その世間でね、この決められた日にちに ありがとうっていうのはどうやと、自分でこう考えて、なんでその人に決められた日にありがとうって言うねみたいなことや思うんです。ほんで物より愛情やろ言うて、はい、そんな母親でしてどんな母親やねだいたい、だいたい分かってきたな。いや、ほんまですか、そういう方で、ああ、はい、そう、そういうのやでな、はい、そうなんです、はい、弟はどんなんやの。弟は、弟はね、弟は姉ちゃんが話し合うのもね、もう理解してるやろからね、はい、うん、うん、弟はね、私よりめちゃくちゃ賢くって。賢いの。賢い、今、研究者なってますね。研究者って、研究者かいな、うん、研究者って、研究者あの、そのなんか、え、あの、バイキン研究してるとか。まあまあ、あの、そう、研究者、研究者。ほう、うん、自分とこの大学はね、確かね、吉岡里帆が一緒やで。あ、そうです。俺、静香見てると思うけど、はい、静香ちゃんとパパの俺の娘役、はい、はい、そうです、里帆、はい、お、同じ大学、同じ大学やね、はい、私は卒業した。はい、あいつ卒業してないの。はい、してありません。なんで、なんか調べたの。いやいや、調べ、でも してるかもわからへんやな。いや、してないです。俺は京都産業大学卒業してないで。はい、してないのに向こうの学長がしてくれと、してい や, いや言うたよ、してくれしてくれと。それで2年で中退、まあまあ丸3年、丸2年行ったんやけど、うん、あの、卒業証書渡しますよ、やっていらんと。そんなん一生懸命苦労してね、お金払われんって途中で辞めた人もいてんねんから、うん、俺そんなんいらんわ言ったら、
とにかくもろてくださいって。で、もらわれへんから。もらえへんよ、もろてないのよ。ほんならなんか違う賞をもらはもうくれはったわ。くれはって、へえ。だからくれはんねん。今だから俺の大学の連れがみんな向こうで事務やっとるわ。事務の偉いさんやっとる。あ、そうなんですね。吉岡里帆は書道部やで、はい、そう、書道部すごい、めちゃめちゃうまいで。あ、そうでしょうね。もうすっごいうまいの、うん、めちゃくちゃ強かったと思います、書道大学。はい、そうです、はい。書道部の連中めちゃめちゃええ連中って、この間 A スタジオでおったやもん。あ、そうですか、うん、へえ。 A スタジオでまあそうやって来はったから、はい、その人たちとおったわ。すっごいええ人たちやったで。あなた友達は大学の一人だけいております、はい、あ、いてんの一人だけ、一人だけいてます。もし A スタジオで出るとなったら、はい、その人来るかも分からへんやん。あ、お母さんが来るかも分からへん、顔映らんと。あ、はあ、喜びます。 A スタジオでやで、はい、師匠にお会いできる。ああ、はい、A スタジオに来んのやったらお母さんで、君とこの師匠や。はい、師匠。師匠、はい、師匠に手を振んな、師匠とか、ね、そういうな。 A スタジオ出れるかも分からへんで。いや、アシスタントやりたいな私。アシスタントは今お前藤ヶ谷。そうですね、ごめんなさい、藤ヶ谷。失礼しました。へえ、はい、でもあんな、だから俺みたいなタイプってね、こんなんが好き言い出したら、はい、道歩いてるおっさん、ぎょうさんこんなんやそんなことないですよ。そうではないの、あ、顔じゃなく全体の生き方みたいなの。はいはい、そうですね。あ、そうなんや、はい。お母さんによろしゅうし、お前みたいなおもろいの育ってくれたやん。これから髪型落語としてやね、うん、髪型落語でもないねんけどね。髪型落語とかどうとかやなく、で、話し家で女性やいてもそんなのどうでもいいねんけど、話し家としてやっぱり向こうにどんどん出て行ってもらいたいな。はい、向こうってどこですか。いや、ちょっと普通に話しゃべった俺向こうに出て行ってもらいたいわ、岐阜県に。大体わかるやろ、向こうやったら。東京やねんな。向こうってどこですかって。お前頑張って岐阜県出てくれよとか言うか、そんなもん。東京。東京や。わかるやろ。はい。あの？はい。マンション借りよう思って。あ、マンション借りよう。はい、思ってます。今調べてます。はい。もう向こう行かないと。知り合いはおんやろ、向こうには。はい、いてます。あの、まあ言うたら落語もやってくれるような人が。はい、いております。うちの弟子ももう向こう行っとるからね。はい。人か。はい。だから、あ、うちの弟子と YouTube やったらしいな。はい、ベベ兄さんの YouTube に、ベベ、はい、出させていただきました。あいつ兄さんなの。はい、めちゃ兄さんです。めちゃ兄さん、はい。あいつ3回ぐらいクビにしてんねんけどね。はい、知ってんの。知ってます、はい。アホやで。へえ、そうです、私好きです、ベベ兄さん。あ、ベベ兄さん好きだ。はい、はい、あ、自分もあの話し家で修行してた時、あの、なんていうの、あの車もどんどんぶつけたりしたらしいな。遅刻も多かって。師匠が言うたんでしょう。言うてない、言うてない。あ、言うてないですか。ちゃんと資料に書いてある、俺全部調べたやから。もともと A スタジオいうのはもうこの無学からスタートしたやん。無学いうのは1999年の6月からスタートしてんねん、はい、これは。うん、うん、で、この配信の無学は今日からのスタートやね、はい、ね、だからそういう、うん、そんだけの歴史があんねん。で、向こうもまだやりますよ。でも向こうは配信もしないし。うん、そう、車ようぶつけましてね。ようぶつけた、はい、ようぶつけたというか、コインパーキングってあるじゃないですか、はいはいはい、で、私だから免許取ってから入門せなあかんなって思ってたから、うん、免許取って入らせてもらったんです。で、あんまりその知らんもんやから、ものでコインパーキングって知らんくって、皆さん知ってありますよね、コインパーキング。知ってる、知ってますよね、コイン入れなあかんのですわね。で、あれ知らんくって、私、はい、ほんで師匠外におって、うん、で、私今からこう出さなあかん時に、あ、出す時ね、はい、出す時入れなあかん。アクセル踏んだらガーンって落として、あ、はい、まだ上がったままやったん。そうなんです、こんなん、あの、知らんから私。いやいや、だからコイン入れた時はどない入れてん。それ師匠が入れたんでね。ああ、師匠が入れた。そうなんですよ。ほんで知らんくって上がってたんで、ガーンって、あれおかしいなと思って。ほんでその時でも修行中やから必死なんです。やっぱ何でも乗り越えなあかんな思うから。ほんでもうガーンってやって、おかしいなと思って師匠車の外でも必死な顔して、いや、ダメって言わへんの、はい、あかーんって言って、いや、めっちゃ怒ってるわと思って。でもそれでも分からへんねん。そうなんです、あかんって言ってるから、まだ踏み足らへんのかな思って。ほんでも怖いやっちゃう、はい、ボロボロになって、はい、あの時はさすがに怒ってはりましたね。それもまあほんまに腹立つけど、はい、うちの弟子なんかね、はい、ベンツのジープの買い立てやで。ベンツのジープの買い立て、高いやつや、はい、
それを西宮カントリーの藤棚あるやんか、ね、僕入れてきますって言うから、そんなんいやできんやったら入れてきてって藤棚やで、後から見てもこれようこんなとこ入れんな、もうこんなところグワーッキュッてもうギリギリやで、ガー入れてあかん思ってガーバックしちゃって、だここガーガーなってほんで俺はあのね、ロッカーで着替えてたらブワーッ走ってきて、あの知ってるやろタッペいうの、はい、あか体おかしいやろあいつおかしい、まあ、申し訳ございません何やねんゲーゲー言って、で行ったらもうここハゲたんねん、いやいや俺のハゲたんちゃうで、こうベッツがハゲてんねん、60万かかったでか、こんな皿のやつ最悪やろ、そんなかわいそうに、はい、そのままで4年間、はい、でも師匠あの買い替えるちょっと前やったから、あよ、そっちはよかったね、セーフでしたね、あセーフやった、どこがセーフやった、はい、でもえらい怒られたことはないの、えらい怒られた、それがめっちゃ怒られましたね、そりゃそうやから、あとやっぱお稽古はめっちゃ怒られました、稽古はものすごい覚え悪いらしいな、めちゃくちゃ悪かって、だから道具屋っていうネタあるじゃないですか、はいはい、前座のネタでね、15分ぐらいのネタなんですけど、はい、あれ覚えね、私半年かかったんですけど、はい、途中でやめやもんあ覚え方がわからんかったんや、おそうですね、聞き慣れてなかったのもあるし、あそう、まあ、最初は無理かもわからへんな、なんかそんなもあって、うん、ほんでなんか一言一句師匠が教えてくれはるんですね、はいはい、手におはまで、はいはいはい、ほんで一個のセリフでね、うん、あのそんなもんなっていうセリフがあるんです、うん、でそんなもんなってそんな大したことないじゃないですか、うん、セリフとして、でそんなまでは出てくるけど、もんがずっと出てけへんかった時があってほんでね、三面稽古でもうこれぐらいの距離で師匠があのつけてくれるんですけど、言ってくれないんですよ、でそんなそんなってずっともう15分ぐらい言ってるんです一人でほんでそんなもんなが出てけえね、もんが出てけえね、まあまあとかね、ああそんなはずとかね、ちゃうのは出てこんのに出てけえへん、そんなずっと言ってる、ずっと言ってる、ほんなら師匠がまあしびれ切らさはってね、あのなと、その日本語というのはあのあーから始まってうんまでやと言うのね、こんなもんだそやわな、はい、で一個ずつ言うていけって言うていった、はい、で私もあーから言いませんか、あーからって言うから師匠が、でそんなあーそんないい言うてる、言うてるじゃないですか、ほんなら師匠がね、俺なんであーからって言うてもうたんやろなってちょっと笑ったはん師匠、そう魔行やからね、だいぶしてる、そうほんで師匠がもうええって言って魔行やって分かった、いやほんでね、まあそこまで言うんだって言ってくれはったらいいじゃないですか、魔行じゃん、魔行じゃんって言って、でそんなまあって言ってまた始まる、そんなまあ、うん、でも出したいのもうでしょ、ほんでまあかもしれんなって思う、だからまあまあとかね、次のそんなまあまあとかね考えてやっててね、うん、ほんなまた師匠が怒らはってね、もうええって言って、うちの玄関を開けてな、自転車があって、ほんでなその横に車があるやろ、その前になその黒いそのこういうそのガラガラガラっていうあのそんな立派なやつちゃうけども、お前わからんか、そのあるやろ自転車の前のやつやって言われて、ほんで私があのポストですかおいお前が落語に出てくる人物やもうそれ3時間かかりました、だからもうそれはもう忘れへんやろ、もんながはもんなという言い方を忘れたっていうのが忘れへんやろ、はい、忘れないです、だからそれに近いものがいろんなもんで、あこれは忘れない、これは忘れないとか出てくるやんな、そうですね、だからうちのおやつさんなんかここで結構俺してもたことないよ、はい、してもたことないけどものすごい怒って、あのもう亡くなったあの、まあ、諸教あの角座、その当時角座やけど、なまらあんたらなまっとらやがボケー言うて、ものすごい怖いの、うわこんなん嫌よこんな人と、何だよ違う違うあの兵庫県の小野の方やから大阪弁じゃないのよね、ちょっとなまらはんのよ、最後はもう素晴らしい方になったんやけど、違う言うて歯をバーンうわ最後こんな顔になった
いやだからそういう意味でもまあね、はい、いろんな教え方あるからな。そうですね、他に行かへんのかいな。例えばその当時に、まあ、あの南光兄さんのとことかどこも行かれへんねん。いや、人気上げてからはよそ行かせていただいてます。行ってもうてんの。はい。おー、いやだからそれはこれからやっぱりあんだけのことができんねんから、まあね、やっぱりボケを中心にしたあの古典落語っていうんかな、はい、おもろいのいっぱいあるやんか。ありますね、はい、今こうやり出してんのは何やねん。今やり出してるのっていうのは、だから新しい新しいネタ。いや今日はやらんでええで。はいはい。あんた今日好きなのをやったらいいから、ね、あ、わかりました、ね、ありがとうございます。もうじき刺しますからねこれ。はいはいはい、うんうん、そうですね、大きいネタとかやったらあの子猫とかも。あ、子猫ね、はい、やったりとか、佐々木さばきとか。佐々木さばきなんかいいやんか、ちょうど子供。それがだからゴン太郎師匠にボロカス言われて。どないゴン太郎師匠に。ゴン太郎師匠にあの、ネタ何個持ってるのって言われて。はいはい、あ、そうかそうか、はい、うん、でネタ何個持ってるのって言われて、うん、その時にね、あの決勝の時にね、うん、そう言われて、でそんなん今関係ないやろって正直思ったんです。あの、あ、ごめんなさいちゃうねん、だってねえ、そんな関係ないですやんか、一本でやっとんねんこっちはごめんなさいお兄さんいらっしゃいますお兄さん、お兄さん今心臓で入院したんですよ。まあ、これ聞いてお前倒れたらどうすんねん、お前、あ、押さえとけやろ、ほんまに。すみませんお兄さん、すみませんと心臓で入院したんですよ。まだ治ったあれねん、はい、ああ、まあそういうことがあったよな。そういうことがあった、でもあれ言うていただいたおかげがあって、あの1年頑張れたなっていうふうに思って。いや、それで満点もらったからよかったよ、はい、うん、ああ、まあまあ今回はもうやってもらうの、はい、ちょっとおい、あのセッティングしてんか、会場暑ない？ちょっと暑い、ね、暑いね、ちょっと暑いで、これドライ出してなあ、暑いでクーラー入れれんのか、ウキ、はい、ヘッジせなあ、なあウキ入れたか、ほんと言っといてくれない、暑いやん、ま、暑いで入れたか、知ったんの入れんの入れ方は、はい、知ったんね、思いっきり今日今日にしてくれな、はい、まあでもだんだんこれねあれしてきた、ちょっと上で、はい、自分自身がちょっとね、はい、イメージトレーニング、わかりました、ね、何やってもいいし何ぼやってもいいわ、はい、ありがとうございますね、はい、まあ、はい、もうちょっとリラックスしたやろ、ちょっと、はい、ね、ありがとうございます、顔見てありがとうございましたいやでもこんな不思議なことないよ、さ、ずっと追っかけてた子がプロになってやで、それで優勝してやで、で俺がここ呼んでここでやるんやから、え、俺どっか行けて、あ、端に行けて、はい、ね、びっくりしたら、もうあんたいらんからどっか行けるはい、あ、ありがとうございます、はいはい、あ、ね、お前一人なんか、あ、来はった来はった、お前全然知らんやんか、全然セッティングなんか勉強しました、勉強した、全く知らんやんな、このことセッティングしてるやん、うん、ああ、なるほど、ね、これはモーセンはどこよ、前に行くねんな、これな、これ金屏風や、瓶屏金屏風やんかね、松竹芸能がなんかすることないですかやから、金屏風ぐらいくださいって言ったんや高いでこれ、うん、こんなん、ああ、下か、びっくりした、その中途半端なの、あ、こいつは強兵ですよ、お前何番弟子や、5番弟子ですよね、いや、あるいこいつがね、あれですよ、あの留守番しとったら帰って全部電気消して布団で寝とったんや寝とねえあんたらって起きたら俺のパジャマ着とったよ結構来たよほんま俺ええなことも寝てるやつがあるかんだら言ってよう見たらどっかで見たのパジャマ俺のパジャマ着とねあいつそんなことあるもう信じられんかったほんまに、ね、あの県代いんの、はい、ありです、ありか、はいはいはい、ああ、まあ、なんであんな俺のパジャマ着た、まあ、思い出して腹立ったけどなんでパジャマ着て来てたやん。布団と布団の間に兄ちゃんの
来なさいみたいな感じで挟まった俺のんや来なさい言うて挟まってたって。あ、涼しなってきた。ちょっと、あ、そう、今日にしてる、はい、してる、してんねんな、してんねんな、はい、いやでも面白いですよね。あ、おスタンプできた、できたかな、はい、それではもう俺も楽しみですよ、すんごいいい話しますからね。それでは、桂二葉さんでございます、どうぞ。お付き合いをいただきますが、私ね、近所にね、小学校3年生ぐらいの男の子が住んでまして、いわゆるクソガキっていうやつなんですけども、まあなんか近所やからね、よう道でこのすれ違うたりして、こんにちはとか言うのから始まって、だんだんこの仲良くなってきましてね、ほんで最近ではちょいちょい一緒にキャッチボールとかするような仲になりましてね、よう一緒に遊んでもらってるんですけども私もね、一人暮らしやからやっぱ近所に友達できて心強いなと思ったりしてるんですけども、たまにやっぱ困ることもありますね。この間ね、私のアパートの家の扉をその小3の彼がね、おい、キノコ頭出てこい、一緒にキャッチボールしようやって取り立てやかなと思うぐらいの、もうほんで私しばらく無視しとったんです、もううるさいし。ほんならその子がね、おい、無視してんの分かってんねんぞ、出てこい。でもあまりにもうるさいから私も出まして、おはよう、おはようや、あるけ、何無視してんねん、一緒に遊ぼうや。いや、なまだちょっとにおちゃん眠たいしなって、昨日の晩のお酒も残ってるからまた今度一緒に遊ぼうや、今から一緒に遊ぼうや。いや、夏のまあ、日曜日やからなんちゃらレンジャーやってるからそれ見とき、それも終わったし終わった、ほなもう日曜美術館見とき、何やそれ、一緒にキャッチボールしようや。いや、ほな、まあ、またな、また今度一緒に遊んだるわって言うたら、知らんぞ知らんぞ、今日一緒に遊んでくれへんかったらな、もう一生一緒に遊んだれへんからな、バーン言うてドア閉めて、次の日ですわ、にゅーちゃん一緒に遊ぼうやって、えらい短い衣装やな思ったりいたしましたがまあそういう生意気な子供が出てくる落語で一席お付き合いをいただきますが、おとっつぁん、おとっつぁん、おとっつぁんやないがな、子供が学校から帰ってきていつまでも家の中でゴロ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 してるやつがあるかい、お前早く表で遊びに行かんかいな。あ、おとっつぁんそれな、表遊びに行けという前にもうちょっと表遊びに行きやすいようにしてやろうというお父ちゃんの努力が足らんところに、まず僕は大きな問題を感じるわ。生意気なこと言うな、お前、なんやその表遊びに行きやすいようにっちゅうのは、送んない、なんや手出して、何をくれ言うてんねん、何をくれってお父ちゃん大体わかるかな、子供が親に手出して送んない言うてんねんで、まさか宛名なしで領収書くれとは言わんで。何が宛名なしで領収書や、何をくれ言うてんねん、小遣いを送んなあれ、二言目には小遣い、あかん、お前らにはな、やらへんわ。うーん、んなこと言わんとおくれな、お父っつぁん、頼むわ、小遣いをくれ、小遣い持たんと表遊びにいたらな、肩身が狭いというそのわびしい気持ちは貧乏人のお父っつぁんにはようわかるやろ。やかましいな、お前は、誰が貧乏人や、やれへんじゅうでのに、くれへんの、くれへんの、ええー、わ、ほらお父っつぁんからもらえんわ、わい、お母さんから小遣いもらうわ。はっ、お母さんから、おい、言うといたるわよ、聞けよ、それが子供の
浅はかなとこや。せや考えてみ、お父っつぁんからもらわれへんもん、お母さんからももらわれへんわ。あのなお父っつぁん、言うといたるはよう聞けよ。それがお父っつぁんの浅はかなとこや。ちょっと待てお前、親に指さすな。何が浅はかや。つまりなんやろ、お母さんに小遣いをくれ言うたらあかん、お父っつぁんからやったらいかん言われてるさかい、あんたには小遣いやられへんと、こういうちこっちゃろ。ほなら、わいお母さんに一言言うたんね。ええわ、お母さん小遣いくれへんにやったらな、こないだお父っつぁんが留守の時に見たお母さんの一部始終をみなお父っつぁんの前でばらしてしもたるぞ。こう言うとな、お母さん急に顔色変えよるで。ま、この子はええ、あのことだけはお父っつぁんの前で言うたらあかん言うてるやろ。ほんまにしゃあないな、この子はもうええ、もうこれあげるさかい、あのことだけはお父っつぁんには黙るとかないかんで言うて、お母さんおそらくわいに5000はくれると思うわ。へっへっへっ。ではわい、遊びに行ってまいります。待て待て、戻ってこい、戻って、そこへ座る。お前今めちゃくちゃ気になること言うたな。なんやそのお父っつぁんが留守の時に見たお母さんの一部始終で、なんやそれ。しもたしもた、あ、このことだけはお父っつぁんの前で言うたらあかんかったのにゃ。アホ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 、わいのアホ、わいの。お父っつぁん、なんでもない、なんかあるやろお前は。何を見たんや、何を見たかお前言え。辛いなあ辛いなあ。いや、これわいがひょっと口を割ったがばっかりに、この平和な家庭に波風が立つてのことになってもわいも辛いさかいなあ。お父っちゃんでやろ、やっぱりこういうことは弁護士通して話をした方がええと。何が弁護士、お前はええから言え。はい、言えちゅうね。しゃあないな、はな言うてまうわ。言うてまえ、言うてまうけど、その前に送んない。何やって聞いて出して。あー、また分かった。ほたらな、聞いてからやる、聞いてから、聞いてから。お父っつぁんそんな無茶な話あるか。聞いてからやるって、お父っつぁんちょっと足んねるけどな、あの寄席とか落語会とか行ったことないのか。そら何を聞くねん、お父っつぁん落語好きやがな、寄席でも落語会でも四十足運んでるから。せやろ、ほなな、ああいうな寄席とか落語会ちゅうところはな、あれまずなお金を払ってから話を聞くのか、それとも話を聞いてからお金を払うのか。はい、どっち。どっちってお前、ああいうところお前大抵お前お金払ってから話聞くねやがな。せやろ、お金払ってから話を聞くねん。ほでな、あの落語家って妙なもんでな、たとえその日の落語がな何にもおもろなかったとしてもやで、こっから先も笑えへんかったとしても、あの落語家っちゅうのは絶対お金は返しおれへんねん。はあ、落語家ってええ商売。何の話をしてんねんお前は。おたらねかい、話聞く前に小遣いこれ言うてんのか。分かった、ごちゃごちゃ言うな。ええ、おたらな、これやるさかい。ええ、早いこと話して。わ、おとっつぁん大きに、おとっつぁん、これは何、これは何って見たら分かるがな、一銭玉やがな、一銭玉、一銭、たったの一銭。これ日本の不況もだいぶ深刻やな。やかましいなお前は。早いこと話して。うん、ありがとう、早いこと話するわ。うん、あのな、こないだこれお父っちゃんがな、あの泊まりがけで京都へ遊びに行ったことがあったやろ。おうおうおお、あの時のことか。あの時のことや。お父っちゃん家出てまなしやで、うち訪ねてきたな、おっさんが一人いてんねん。おっさん、おっさん、それお前どんなおっさんや。これがな、おしゃれな格好したおっさんでな、真っ白の洋服にな、テニステッキ持ったおっさんやねん。おう、でそのおっさん来て、お母さんどないしたんや。このおっさん来るなりな、お母さん嬉しそうな声出してな、ま、この人は来てくれたんか。どっから声出してんねんお前は。そな言うなりな、このおっさんの手握ってうちへあげようねん。ちょっと待てお前、お父っつぁんの留守中によそのおっさんの手握ってうちへあげた。それからお前どないなって。それからな、うん、それからなんとな、お父っつぁん、うん、どないなって。それから、それから残念。
やねんを、ここからは延長料金が発生しますが、どうされますか、延長されますか。うまいこと考えやがってほんまに。ホタルの願い、もう1000出したらええのか。ここからは2000いただきます。足元見やがってほんまに。わかった、ええホタル2000渡すか。ええ、早いこと続き言え。うん、ありがとう、早いこと続き言わん。ほなな、今度お母はんな、わいの方チラッと見、チラッと見てな。まっ、この子はええ、いつまでうちん中にいてんねんな。子供がそんないつまでもうちん中いてるもんやらへん。早いこと表遊びに行きなはれ、言うてわいのこと家から追い出そう、追い出そうとすんねん。お父っつぁんどう思う？お母はんわいを家から追い出そうとすんねん。怪しいと思わへんか？怪しい怪しい。で今度それお前ひょっとしてお母はんに言われるまま表遊びに行ったんと違うやろな。お父っつぁん見くびらんとって、わいかでちゃんと考えてる。そこはな、わいお母に一言ポーンとかましたってん。ええぞ、どないでかましたったんや。いやいや、わい今日表遊びに行きたいことないわーい、言うてかましたってん。ええぞ、ほたら今度お母はんどないした。ほたら今度お母はんな、まこの子はしゃーない子やな、ほんまに。もうええ、もうこれあげるさかい、これ持って表遊びに行きなはれ、言うてわいの手に2000握らすね。お父さんどう思う？お母はんわいを2000で買収しようとする。怪しいと思わへんか？怪しい怪しい。ってこのお前それどないしたんや。わいまたなポーンとかましたってん。ええぞ、なんぼでもかましたれ。今度はどないでかましたったんや。2000ありがとう、かましたってん。かましてへんやないか、お前は。俺言うとらないか。ほでな、わい表遊びに行って。ちょっと待って、お前表遊びにだって、それではお前何にもならんやないかいな。お父ちゃん落ち着いて、わいかでちゃんと考えてる。ありがとう言うて表遊びに行くふりをしてな、で町内ぐるーっと一回りして、でまたうちの前へ帰ってきて。おう、ほなな、わいが家出た時にはな、確かに開いてた障子が、わい帰ってきたら閉まってんねん。ほう、ほでな、中からお母さんの声でな、あーん、そこーいう声が聞こえてきてな。まあどない言うたらええのかな、とりあえずあのお父っつぁんの時とはえらい違い。何の話をしてんねんお前は。それからお前どないなってん？それからな、おう、それからなんとな、お父っつぁん、おう、どないなってん？それから、それから残念、こっからまた追加料金いただきます。ええとこで切りやがって、お前は。切り場を心得とんな、ほんまに。今度は一体何ぼ出したらええねん？3000。だんだん上がっとるやないかい、ほんまに。わかった、おたら3000渡さかい、ちゃんと今度姉妹まで話せよ。うん、ありがとう、ちゃんと姉妹まで話する。うん、ほでな、わい今度中が気になったさかいな、小指でな、小障子にプツッと穴開けて、その穴からこう中を覗いたってん。おう、ほなな、この打ち上がり込んでるおっさんちゅうのが、よう見たら、よう見たらわい知ってるおっさんやねん。お前の知ってるおっさん、お父っつぁん、わいだけと違うで、お父っつぁんもよう知ってるおっさんや。そらお前一体誰やねん。誰やと思ってじーっと見たらな、おう、じーっと見たらな、おう、誰やねん。横町のあんまのおっさんがお母はんの肩もんでたわ。ほな表遊びに行ってきます、小遣い大きにさよなら。待て、あんまのおっさんならあんまのおっさんと初めからそない言え、ほんまに。あいつ何言おった？真っ白の洋服にステッキ、白衣と杖っちゅうね、それはほんまに。感情を騙されて腹の立つ。ただいま。またお前は今自分までどこうろろしてたんや。あんた何怒ってなはんの？え、あ、わかった、今そこでトラちゃんにすれ違うたけど、あんたまたうまいこと丸め込まれて小遣い取られたんやろ、ほんまに。けどあんた何遍騙されたら気が済むの？毎日やないか。ええ加減気ぃついたらどやねんな、ほんまに。けど今日は一体どんな手で騙されたん？ちょっと聞かして、どんな手で騙されたん？どんな手でお前、そらお前いいとない。
かまへんがな。でもな、同じで騙されたいややさかいちょっと聞いときたいの。どんなで騙されたん、ちょっと聞かして。ちょっと教えてな、どんなで騙されたんやいな。え、あ、お前それほんまに聞きたい、ほんまに聞きたい。よっしゃ、わかった、聞かしたろ。聞かしてるけどな、その前にここに一銭出せ。ありがとうございました。今から片付けますね。で、今から対談します。あ、これはあのうちのマネージャーです。いつこの前でできるまでは前は無理やってんな、うん。危ないね、村井。金屏風破らんといてや。もう破ったんじゃう。はいはい。これうちで置いとくの。はい。うん、でもいい声してますよね。ね。あのおっさんのトーンの低さもいいし。こんな人がもういいよ。あのそば椅子持ってきてくれる。ここにさっきおやすさんの人形置いてあったんちゃう。いや、ぶっこんでよ。なんでうちのおやすさんの人形こうやって置いたんだろう。持ってこんでええっちゅうで怒られんだよ俺。はい、いいですね。はい、大丈夫です。それでは出てきていただきましょう。桂二葉さんでございます。どうぞ。ありがとうございました。あれは大体、はい、その入って入門してどれぐらいで。3年前ぐらいに覚えました。あ、はい、そうかそうか、はい、ネタは自分で決めんの、これやりたいって自分で決めますね、はい、これやりたいと思うのやるわけ、はい、はい、今日のはなんかあのクソ生意気な子供がすごい自分と合ってるなと思って、はい、あの生意気な子供合ってるよね、はい、そのままでやれるなっていう感じが、はい。はい、あれでも近所にあの遊ぶ子っていうのはあれほんまやろ。あれはいほんまですね。なあ、はい、もうだいたい俺とこと近かったんちゃう。昔のね、俺が東区のマンション住んでた時とそんなに遠くないんちゃう。はい、東区、俺東区の谷町2丁目のマンションやったけど。はいはいはい、はい、うん、そうですね、はい、そうそう、あそこに住んでて、はい、だから昨日その映像を見てたらこれ俺とこの近くやなと思って。あ、そうですか、うん、あ、近くやなみたいな。あの都住層いうところのあの27ぐらいの時にそこに住んでた。あ、へえ。そこにピンポンダッシュしに来よったんが、はい、あの新庄 の、はい、あのマネージャーやった樋口いうやつやった。はい、俺は全然知らんかったんけど、新庄さんとずっとあの日ハムの頃ずっとインタビューしてたら、うん、そのマネージャーの方が気になって、はい、で俺はそういうの記憶があるから、あ、こいつどっかで見たなと、樋口やと。で終わりがどうもありがとうございました、お前樋口やろってバーン逃げよったよ。いやーすごい。でいやだからまあそ、まあ、中学の時にようやっとってね、捕まえてで仲良くなって、でこっち帰ってきて新地で仕事しとるの違うかな。でこの間おった時にあの岡田も、はい、今度はあの一緒に行きますわ、岡田って誰言うたら増田岡田の岡田ですよ、はい、なんでお前そんな知ってんねん言うたら、そのこと一緒にピンポン出ししてました。だからすごい。でもそのピンポンダッシュしたやつ見ただけでその分からはってるね。そうだから、いやまあ捕まえて殴ったったらかわいそうやから、はい、あのビビッとったら上上げて、それでもうあのお茶も飲まして、そこから仲良くなって、うん、そんなんやで、それはあの辺の、あの辺やなとか思ってたら、まあ道で、はい、だからその人子供とも仲良くなんねやろ割と。あ、そうですね、うん、はい、
俺も割とそうやな、まあ、ご存知の通り、はい、はあ、私一回ね、はいはい、喋ってもいいですか。どうぞどうぞ。なんかだいぶ前なんですけど、師匠に飲みに連れていただいたことがあって、うん、もうだいぶ前ですよ、5年か、もう6年前ぐらい、うん、で私ベロベロなってた時があってね、ほんでその時に連れて行ってもらったバーに歌舞伎役者のね中村七之助さんがいはったし、ああ、ね、覚えたよ。ああ、七之助おったって、うんうん、その時いや、いてたも知らんねんけど、七之助は俺七の勘三郎の息子やからね、はい、昔から七之助言ってましたね。はいはいはい、うん、ほんでねその時に鶴瓶氏はその時どっかちゃうとこ行ってはって誰かと喋ってはって、で私が七之助さんと隣同士やったんですよ。で私もベロベロなってて、ほんでもう師匠ちょっとそうだね、気がやっぱり大きくなっててね、ほんで七之助さんが喋りかけてくれたことがあって、仕事何してるのって言ってくれはったんですけど、私もベロベロで、ほんでちょっと半分八尾の血入ってるんでね、柄悪いんですよ。ほっといてくれ。ほんでね、仕事何してるのって言われて、私酔っ払って、あら落語家やってんすよ言ったことあるんですよ。ほんでね、でもすごい気遣ってくれはって、けど女で落語やるのって難しいんじゃないのって言ってくれたのに、私、お前に何がわかんねえ言ってもったことあってね、やっぱめちゃくちゃ大人でいらっしゃるから、また気遣ってくれはって、僕と一緒だねって、女方やからそういう風に言うてくれはったんやと思うんですけど、僕と一緒だねって言ってくれはったのに、一緒にすんなよ言ってもったことあるんです。かなり叫ぶせはあるはーやれんやろ。ほんで、そうそう、あいつも酒癖悪いねんで。あ、そうなんですか。だから飲んどれんかったんやね、七之助もだいぶ悪いねん。 あ、そうなんですね。一回捕まっとんねん、あれ。ほんで次の日に、私の淀屋橋やってるちっちゃい会鶴瓶氏が飛び入りで連れてくれはった時に、その七之助さん見に来てくれはった。その時です、はい。あー、わかったわかった。はい、そう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 、はい。ほんで鶴瓶氏をね、見に来はったんやけども、その私の落語からちゃんと最初から最後まで見てくれはってね、ええやつやな、ええやつ、ええやつ、怒られんね。いや、ええやつですよ。いやいや、ほんとに、そうそうそう、そんなのね。あっこもね、長い付き合いなんですよ。あ、そうなんですね。もう死んだのりちゃんじゃ、勘三郎からずっと付き合いなんですけどね、はい、で、さっきも言うたら、これまあ配信やからね、そんな言うていいかどうかわからないんですけども、はい、一回グデングデになっておかしなったから、はい、虎箱入れられたと思いますわ、ね、いやもうだいぶ前の話ですよ。はいはい、だいぶ前の話で、そんな俺も心配してて、はい、今は全然そんなことはないんやけど、で4月の1日やったかな、そのエイプリルフールやってんけど、そんな知らんから、お父さんが亡くなったね、だから12月に亡くなった、その次の年の4月の1日や、はい、カンクロス、今のカンクロスから電話かかってきて、はい、七之助がまたやったんですよって言うて、目黒さんに知り合いないですかって言って俺に電話かかってね、どうしたの、ちょっと待てよ、なんとかするわ、なんか聞くわ、俺いろいろ知ってる人聞くから、ちょっと待ってくれよって言うて、で、切ったんよね。それで、あっと、4月1日へ向かって、エイプリルフールやんか、はい、そやから何べんも言うとんねん、明日がコケだやねんけど、明日がその歌舞伎座のコケだやと、新しい歌舞伎座の、でも今日は4月1日でしょ、明日はコケだや、4月1日でしょって言うとんのを、それを俺も忘れてて、俺もそっちの方がちゃんとせなあかんって、はいはい、そうですね、で、あっと思って、はい、その時にはっ、騙しやがって、こんなお父さん亡くなってまだ1周期も経ってないのに、4月1日に俺に騙すっておかしいやんか、おかしい、頭おかしいやろ、はいはい、だから俺はあれですよ、ドン・キホーテでですね、なんていうの、全身の骨のやつあるやん、はい、スケルトンのあれを買うて、タクシーの中で着替え、まだ納骨終わってなかったから、家の前で納骨しろって現れたタクシーの止めはった、やめはった方がいいですよ納骨しろ言うて、まだ納骨してなかったから、それから納骨しよったわいやいや、だからそういう、あ、そうね、一つがなかなかね、もう
もうすごい今女方でめっちゃ綺麗や。はい、見に行ってます。見に行かせてもらってます、ね、はい、ほんま、はい、あんなと友達なんとっくらええよ。いや、でもすごい、いつか謝りに行かなかなと思って、はい、謝っとけここで。すいませんでしたこれあのいつも持たせてもらっても中村、あ、はい、あの手拭いを、はい、へえ、はい、償いの意味を込めて、償いいやいや、だからそんだけ酔ってたら、はい、いろんなところで失敗談あんねやろ。あ、そうですね。あ、話し家には失敗してないの？誰か話し家には失敗してないで、してないね。他にはあるか？他には、他にはそうですね、なんか腹立ってあのベロベロなってトイレ行ってなんか便器となんか対決して肋骨を折れたことある。肋骨おかしいだろえ、肋骨折れた？肋骨折れましたね、はい。便器と対決して便器とオラー言ってやってはい、なんか、はい、今そんなこう珍しいですからね今若い子あんまり飲まないでしょ。うん、俺はもうそんなそういうあのお酒の失敗はないですけどね、ほとんど。え、あれ、そうでしたっけそうないですけど、昔はそういうのは要はあったみたいですね。あ、うん、なんかその骨のやつ切張ったいうのを聞いて今思い出したんですけど、はい、もうこれも何年も前にあの針銃の上で、なんか、藤山直美さん、直美が来てた、今も直美今来てますけどね、はい、はい、はい、新喜劇、はい、の70周年で今やってます、はいはい、そこで私ご飯連れて行っていただいたってまだ話しかなってなかったんですけど、その時にもなんかドンキホーテでこうってなんかやってありましたよねドンキホーテ便利やねんすぐ行ったら女装もあるし、はいはいはい、だから分からへん、急に行かなあかんいうことあるからやね、はい、でそこで踊ったんかな、ハリウッドの上で、はい、めちゃくちゃしてなんかバーって襖開けてジャーみたいな感じで鍋焼いてってね、はい、ジャーってバーってなって、はい、なってました、はい、あ、そうそう、すごかったです。あ、そうそう、それとかあのあれですわ、吉田秀子さんって言ってるね、あの上海バンスキングっていうのの吉田秀子さん、吉田さん の、はい、あのそういう劇団のねところやけど、うん、その時にあの新築祝いに来てくれ言われて、はあ、その勘三郎から来てくれ、やってんだよって言うから、ほんと行くわ言うて、うん、でもただ行ったらあかん思って、月に向かってお仕置きよってあるやんか、はい、セーラームーン、セーラームーン、ね、はい、あれをあのドンキホーテでこうってあの時もう殺されるから思ったんやドンキホーテで、であのタクシーの中で着替えて、ね、ほんでびっくりさせたら思って、はい、もう行ったらあの隣の人がじっと見てはんのよあの隣の家の人が、はい、でももうしゃあない、いかない、しゃあないからで刀持って月に向かって後ろ行ってバーッと開けたらあの何アフガンっていう犬がおんねんそれが異様を感じて俺にうわっ俺死ぬから思ってた、まあ、そんなん用してましたね、女でもそれやったらようやってる方ですよね、いろんなことを、いや、いろんな失敗がようあるんですよ、私ね、そうですね、師匠にはそんなそういう失敗ないけど、米朝師匠とは会ったことあるの？米朝師匠とはね、あのギリギリお会いできましたよ、あんねん、はい、あります、それはすごいな、米朝師匠と会ってるの。でもね、もうボケたはってやかましない、ちゃちゃちゃえ、これ言うたらあかんよ。いや、言うてもいいよ。ボケてはったよ。ほんまにボケてはったよ。どんなボケてはったよ。だから、名前。え、なんやねえ、し、ね、ほんまにボケてはったよ。え、なになに配信されてる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ほんまにボケてはったから、大丈夫。そうそう。嘘ついてないねんからね。はい。で、師匠と、なんか名前もらった、いただいたので、こんな名前になりましたよって言って、向こうのそのお家に行ったよ。行ったんですよ。ほんで、四年師匠とね。そう、四年師匠行って、二に葉っぱって書いて、二葉と言います。ほな、え、な、そうか言うて、これ名前は何になったんや、で、にいに葉っぱって書いてにいようですって、そうか、名前何になったんやみたいな、まあそういうの繰り返しでしたね、はい、で、最後分かってくれはったんや。いや、あんま分かってはれへんかって思うんですけど、はい、あ、そう、うん、でもなんか私ら米朝一門って、よう米朝師匠のお宅へ ね、 行 くね、あの行くんです、こと始めの時とか、はいはい、お正月とか、うんうん、ほんで、私も入りたてでやっぱ緊張するじゃないですか、うんうん、で全員が言い張るので、ザコバ師匠から下までね、ほんで私入りたての時アフロでね、うんうん、あのアフロやったんですよ。あれなんであんなアフロにしてたの？いや人に言われへんけどなんでこいつアフロにしてんのやろと思ったけど、もう俺がものすごく傷ついたわ、俺こんなやってんなと思ってずっとアフロにしてるし
聞いたことないよこれほんまに。あ、なんでアフロにしてたの。いや、なんかね、いろんな髪型やりたいタイプやってね、でいろいろやってたんですよ。で、なんかスーパーで見たブロッコリーのシルエットすごい可愛いな思って、それでやったんです。はい、あ、それで、はい、ほんで、でもね、ちゃんとあの理屈があって、落語やるときにその女性がね、あのこう舞台袖から出てくると、こう、あ、女やなって思われるんじゃないかなっていうのがあって、少ないんでね。ほんでその時にアフロの女出てきたら、もう女とかよりもこいつ何考えてんやろなみたいな感じになるなと思ったんですよ。アホっぽいというか。それでアフロにして、ずっとアフロやってましたよね私。いや私もね、うん、5年ぐらいやってて生えてこえんようになってで、いや鶴瓶氏がねアフロしてはんのも知ってたから、うん、あ、こんなことになってうちのお袋が、はい、そんな頭してたら絶対ハゲるわって言うてたよ、はい、ハゲるか言うてハゲたわでもあの時はまだそんな話が少ないやんか。今よう考えたあれを誰も怒らんと、もうあのまま放置してくれたあったな思って。で俺そう、春団地師匠でも怒らはれんねんで、お前損罰してこい言うて1000円くれはんねん。ほんなこれやってたらずっと1000円もらえるな思ってお前まだしてないのかみたいになって、ね、へぇようくれはったよと思う。師匠はちなみになんでアフロにしてはったんですか。俺はね、うん、な、まあ、これはほんまマジで同時代芸人っていうのがあって、ベカコニさんもいてて、それからそのまあ他にいろんな芸人もいてたんやけども、若手の芸人が集まってそういう同時代芸人を作ってたんですよ、はい、で話し方はどっちかというとおとなしい感じっていうかの、うん、地味な感じの人たちが多いと思われつつあった、はい、でそんな思われるの嫌やから、はい、激しいしたろう思ってあんな頭した。それはそこらだったよ、うん、それはなんちゃ頭しとんねんと言うたけども、はいはい、なんかちょっとおもろがってたな。あ、普通やったら怒らんも来てこいとか。いや、そうですよね。だから俺は弟子モヒカンにしようっても言われへんねん。ほんまにモヒカンにしなかったらあんたろと思うけど何モヒカンにしとんねんアホと思うねんけど、あ、俺アフロやったわだからそういう意味ではなんやろね、自分が若い頃やってたことっていうのがまたこう返ってくるわな。これそうですね。うちの人も言わなかったんですよ、アフロに私してたけど。ほんでまた米朝一門でね、アフロってなんか言われそうですけど、うちの人言わなかったですね、うん、で誰も言われなかった。誰かには言われた。これがね、うん、名前は言わんでええの。言われたことがあんねや。もう入りますし、言われて当然やん。当然ですよね、はい、でも視線はやっぱすごく感じてましたね。ああ、視線感じた、はい、感じてました。こういうのに考えとんねんと。ほんでそれでね、米朝師匠のお宅を行かしもうた時にまだ入りたて、うん、で頭爆発してスーツ着て行って、ほんなら、まあ、米朝氏の直弟子の方が、方々、うん、まあ、あのいたあるわな、いた、うん、で私を連れて米朝氏の前まで行って、チャーちゃんと、米朝氏をチャーちゃんって呼ばれてはるんですけど、チャーちゃん、こいつの頭どうですねん、なんとか言うたってくださいって怒ってはるんですよ。で私にもね、そのなめてんちゃうぞみたいな感じで言われた、終わった、思った、うんうん、なんとか言うたってくださいって言って米朝首相に言ったら、米朝首相が私の頭見て、流行ってんのかって言われた。多分米朝首相俺で慣れてる思うよ俺もっと大きかったもん。あ、はい、はい、だから俺らの時してんのは俺には本当に何も言わなかったけど、その代わり自分で言うのはおかしいけど、めちゃめちゃ笑わせたけどね、あの忘年会でも俺が出番みたいになって。あ、なるほど、それがだめちゃめちゃ笑わしたから、もううちのおやさんも何も言えへんかったというか、認めたはったってことですよね。認めるかね、もうとにかく芸せな、芸せなんて芸じゃないよ、むちゃくちゃしてたわね、はい、あ、噂聞いたはると思うけど、はい、ね、だからでここでもうちの師匠の家ですよ、もともとがうちの師匠の家だったんですけど、はい、とにかくまあここを買うことになったんで、もう何しよう思ってこういうことになったんやけどね、もうやってもう二十何年になるんですけども、はい、でも、まあ、ここで最初ここやった後、終わった後芸者さん呼んで打ち上げしよう思った。2回ぐらいそんなことあった、はい、うん、三味線の人呼んだりして、うん、でもねここでね長なんねん打ち上げしたら
みんなこう飲んでうわなるから、はい、帰られへんねこれ。だからもうそれはやめとこう言うんで打ち上げをせんようになったな、そのうちコロナになったからせんでもええようになったよね。あコロナには変わった、だいぶだ。あそうですね、やっぱそれこそ打ち上げがほんまに減ったなって思いますね。打ち上げ、うん、はい、打ち上げ好きね。あんま好きちゃう帰らし顔したら今あんまうち好きちゃうの、なんでやんの。師匠とね、行かせていただくの本当にすごい嬉しいんですけど、うん、落語家ってね、なんか言うたほとんどが男の人で、うん、ほぼおっさんじゃないですか、うん、もうほぼおっさんでおっさんやん、ね、ほぼおっさんよりおっさんやん、ね、ほんでもう何が好きでおっさんと飲まなあかんねんと配信配信配信誰が見てるか分からへんね、誰が見てるか分からへん、ね、うん、そうちょっと心の中で思ってる、ね、思ってますね、はい、なんで好きでこんなおっさんと飲まなあかんねんとね、はい、だからこの人とは飲んでもいいけど、この人とはちょっとかいや、だからもう話し方の中でもやっぱりほんま酒癖悪いの多いやんか。あーそうですよ、めっちゃ多いで。うーん、あー、あんまり私出会ったことないですね。そんな目に多く、はいはい、自分が悪いからね、そうやわ。あーそうか、はい、でもまあいやもうおもろい仕事じゃ、だから俺はこう責任感じるか、別にそんな感じもええねんけど、俺ずっとついていろいろ見てて、で話し方になった、でいやこなして、だから俺よに あんたとこの師匠にもようやったなって、俺やって養せんわと、そんなね、そんなようによう育てんわと、なんかようやったなって今日も電話で喋ってたけど、だけどほんまに職業までまあ決めてしまったわけやんか。はい、でもよかったの。いや、よかったです。ああそう、はい、本当にあの時キラキラアフロ見てへんかったら出会ってなかったかもしれないなと思って。まあまあそうやな、はい、まあだからそういう意味では良かったよな。俺は職業を決めさせてあかんようになっていったらこう気の毒やんか、あのね、うん、でもそれはあなたの師匠が偉かったんやで、師匠にちゃんと言う、ほんまにもう感謝せなあかんで、あんた。はい、師匠ありがとう師匠でもほんまにもう稽古もすごい丁寧につけてくれてね、うん、だいたいこう対面でやるじゃないですか、うん、でも、うん、うちの師匠はなんか、でもど素人やからもう何も分かってなかったから、こう横に来てね、うん、教えてくれましたね、上下から。でここになんかその誰がおって、きっちりするからね。そうなんですよね、米朝師匠に一番近いっていうかね、そういうところが言われてるからね、うん、そう、そんなんで丁寧に教えてくれはってね、うん、ほんで覚え悪いから、もう師匠もど私弟子にしてからどんどん白髪になっていかん俺はだから自分のとこへ、もう落語やりだして、はい、どこに飛び入りしようかとね、はい、飛び入りするにはやっぱりあのお客さんがの目が厳しいところ、米朝師匠とこの人に飛び入りしたら、飛び入りして落語したらやっぱりその人は目厳しいからね、何やつるべかってなって、でだからそれをちゃんと しようと、そこを基準にやったね。だから今のそうやね、塩台とか、はい、塩台のとこの稽古会とか米地とことかっていうか、はい、やっぱお客さんの厳しいところに行った。うーん、あの塩台のとこ稽古会行った時に俺小赤すがやったんやけど、はい、やって降りてきたら、あのお兄さんすみません、雑魚兄さん泣いてはんのよ、言うて、俺に厳しいのよあの人、あ大阪に英楽ができた言うて泣いた後、それがこっち嬉しかって、いや嬉しいこと言うてくれんなと思って、まあ厳しいことも時にはあるけども、うん、お前があれするから俺が頭おかしになったんじゃっていうお前のせいじゃ俺が病院行ってんのはいや俺もう元々ちゃうかと思ってたけどねでもそういうなんてやっぱり話し家の、まあ言うたら先輩後輩のええもんですよ。そうですね、うん、ね、うちはもうあの筆頭がね、あの兄貴が、あの二角兄さんがもう他界されたから、うちの一番弟子があの鶴子になってしまったんですよ。はい、いや、あ、しまったりとかしなってしまった筆頭が鶴子ですよ。ええかええかええのんか乳頭の色はやから、ねあの辺りがもう、まあちょっと鬼人とかね、
ザクマ兄さんとはめっちゃ仲良かったですからね。そういうのをこう聞いてます。あの兄さんおったから、俺あの兄さん平野ですからね、平野の長石長原、はい、川鍋なんですよ。僕長石長原もう御近くやから、であの兄さんがもう僕らのところのスターですよ。だからあんなになりたいと思ってまず行って、はい、そっちはまあ俺でしょ、はい、みんなそれぞれあるじゃないですか。そうですね、試着しようにはもちろんおてないからね。ああそうですね、お会いしたかったですね。この間のニュースの中で女の方が、いや試着にって言われてたで、あんた試着が生まれたって。お客さんがね、そうそう、なんかあのテレビのインタビューで令和の試着やわみたいに言うてたよ。お前嬉しかったやろ。言い過ぎやでって言ってあのおばちゃんに後で言うときました。はい、はい、言い過ぎ言い過ぎ。いやでもそう一瞬感じたことを言うてくれるのは、はい、やっぱりね、もう悪いことも言われるやろけども、ええこと言われたら嬉しいやんか。嬉しいですね。大阪のおばちゃんってあんまええこと言わへんからね。ああそうですか、うん、すぐにまず辛いこと言うといて、その後フォローするけど、あんなん言うた後からうわすごい喜んでくれたはねんなと思って、ね。次は独演会はいつですか。次は東京であるんですけど、はいはいはい、配信あんねんから、これアメリカまで流れてんねん。ありがとうございます。東京で10万人見てん、10万、そうですか、すごい8000人とも言うけどね。どっちやねんだけど、はい、7月の18日に、はいはい、日本橋ですかね、はい、東京、あ日本橋で、はい、日本橋でじゃなくて日本橋社会教育会館というところで、あそこで独演会、独演会やらせていただきます、はい、で大阪は9月に決まったんですけど、うん、なんとゴン太郎師匠をゲストに、はい、そう、はい、お願いしまして、はい、ええよな、あの兄さん、ほんまに、もうほんと俺も世話になってんだけど、はい、いいのよ、心臓今悪いけど。心臓、ちょっと心配ですね。兄さん直してください、心臓。はい、はい、お願いしました、はい。お前もよう度胸あるな。ジジイとも言うといて。ゴン太郎さんのことじゃないんでね、はい、はい。でも、はい、すごいやな、よかったの。いや、よかった。OK してくれやったよ。そうなんです、いいよ、はい。お手紙書いて。うん、ほんなすぐ電話かかってきてね、奥さんから、はい、俺今日奥さんとも喋った、あそうですか、うんうん、ほんなあのぜひって言って、うん、でトークコーナーもしたらいいんじゃないって言って、奥さん言うてくれた、そうなんです、あの人謝るんじゃないって言っていやって、配信やなんでなんで言うたって、ほんまに、はい、あの奥さんいいよね、今日もあの家電話したら奥さんがゴン太郎のお兄さんに電話してくれはって、でゴン太郎のお兄さんから電話かかってきた、あそうですか、うん、話し方ってそういうつながりがね、やっぱりそうですね、なんぼ言うててもやっぱりそのここはもう一緒ですからね、落語したいというのでこの世界入ってるから、ね、はい、うん、もっぺん、東京はどこですか。日本橋社会教育会館、うん、で大阪は、大阪は ABC ホールで9月の、はい、何言っちゃったかちょっと忘れた、おいおい、自分の会やろ、いつやったかな、いつやったかな、ちょっと、はい、忘れました、すみません、また、はい、今日のネタはなんていうネタ、今日はね、真田小僧っていうネタでした、はい、あれも東京の人もようあるよね、そうですね、はい、東京の話です ね、 ね、はい、真田小僧、はい、ぜひあのまた、いや、俺配信で見ていただいたらね、これ何遍も見れますから、うん、次またね、はい、落語会やりましょう、はい、 ありがとうございます。ちょっとこんなところで聞くのはないけど、喜楽館俺行くよね、あそうなんです、はい、あの日俺、はい、あと生放送あんねんけど、あれ大丈夫俺大丈夫です、マネージャーの方に、はい、あ、浮木さん、浮木マネ、浮木さんに、はい、大丈夫かな、はい、5月の9日から15日まで1週間喜楽館って言ってね、神戸の新海地にあるんですけど、そこで受賞ウィークっていうのやらせてもらうんです。で毎日私がトリトラしてもらうんですけども、で日替わりでゲストの方に出ていただいて、で師匠に最終日に出ていただくということで、ああ、はい、でもそれは俺もうそこしか出てないからトップやな、俺トップ俺トップなんですよ、トップで対談して落語して、はいはい、すぐ行く、はい、すいません、もう速乾になってしまいました、はい、だからトップでやりますわ、ありがとうございますトップで、あとは誰やの、俺のあとは、あとはね、なんか、まあ、あの色物の方やと思います、あ、はい、それやったら迷惑かからないわな、全然、はい、そうなんだ、ね、そんなもうなんとかやります、今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。
また配信見ている方はまたぜひ登録していただきたいと思います。本当ありがとうございました。本当にありがとうございました。Said he never begged, well he's learning today. That's it, been living with less than a bit. Awful wish make the wrong thing fit. But it's hard, head stick, and the stars don't mix. And his heart don't tick like hers so quick when it fills up. Or when it's ready.